何がしたいのですか、あなたは。私は今から家庭教師の先生が来てくださるので。それ俺。はい。家庭教師俺。そんな無理。こんな人が私たちの家庭教師になるなんて。私たち。さっきマンションの前にいたストーカー超気持ち悪かった。やばそう。え？あれ優等生くん？いた！ストーカーよ！上杉さんがストーカー？早とちりしすぎ。なんでこいつらが？ここに住んでるからに決まってるじゃないですか。同級生の友達5人でシェアハウスか。この時急激な負荷をかけられた俺の脳は限界を超えた速度で高速回転し、一つの答えを導き出した。夢だ。これは夢に違いない。違います。私たち5つ子の姉妹です。